可愛かった頃のお礼。金沢市10代男性。1年生の時は何かにつけて同級生にいろいろと文句を言われていましたね。例えば社会科見学で正しい道ではないところを通っていて、正しい道を教えてあげたのに近道だからといって強引に押し通されていましたね。そんな時はためらわずに正しい道ではないと大声で叫んでやってください。そうでもしないとこんな根性の曲がったやつはいつまでものさばり続けます。このあといじめに遭いますが、同じように勇気を出してやめろと叫んでやりなさい。そんな風にいじめをしてくる人は心そのものが歪んでしまっているので、その歪んだ心を治すお医者さんになってやってください。またいろいろな心の歪んだ人が来るかもしれません。そんな時は心のお医者さんになってあげてください。高機能広汎性発達障害の小学6年生。